空間っていうのは、まあ、連続して今に繋がってるっていうのが分かるのが、はい、面白いです、はい、こんちは、いさおです。本日は白尾佐久くんをゲストにお迎えいたしました。こんにちは、白尾佐と申します。今文学部史学科に通っております。白尾佐くんは今回歴史地理学の話をしてくださると伺ったんですけど、はい、歴史地理学とは何ぞやという。歴史学ってのありますね。まあはい、で地理学っていうのがありますね。はい、それの合いの子が歴史地理学なんですけどもうその名の通りなんですけど、はいはい、まあ、歴史学は過去にあった歴史の事象で、地理学は、まあ、大体現代の空間についてが研究対象なんですね。うん、歴史地理学は過去にあった空間を対象するのが、まあ、歴史地理学っていうことは、まあ、分かりやすいっていうと、こう昔の地理です。そうそうです。なるほどなるほど。もちろんあの文字資料も使うんですけど、地図とか絵図を使うんですね。昔の空間を把握するのにまず発掘とかもあるんですけど、やっぱ昔の人が描いた地図っていうのが空間、まあ、認識する上で分かりやすい資料になるので、そういう絵図を読解するっていうのが、まあ、授業受けてみて面白いなと思って歴史地理学学ぼうかな。僕たちが普段イメージする地図との結構違うもんね。あ、もう全然違いますね。あ、そうです。全然違う。まず地形図ってあるじゃないですか。ありますね。まあ Google マップでもいいんですけど、はい、あれって、まあ、圧倒的に真上から見て線にしてるじゃないですか。でも昔の人の描いた地図は、はい、真上から見てるようで真上から見てない。例えば、というと山が、まあ、四方にあったとした時に、はい、中心があって、そしたら山が中心からこう倒れてる、山の山頂の向きが、まあ、それも絵図によるんですけど、昔の地図ってそういう企画とか決まったわけじゃないんで、地図ごとに描き方も全然違うんです。だから読解とかもその地図によって変わる。この地図にはこの読み方があって、別の地図には別の読み方があるっていうのがあらかじめ用意されてるんですけど、これはここだからこういう感じで当てはめたらこういう風に解読できるのかな。あらかじめこれを覚えておけばこれが読めるっていうのは ないですね。ただ、まあ、似たような系列とかはあるんで、この絵図は前の絵図にも似てるなみたいな、そういう感じで、まあ、経験で読むみたいな感じはあります。結構暗号解読的な、なんかこうよく使われてる記号とか、あの文字とかをこう対応させていってこう解読するみたいな感じ、はい、なんか昔の地理をやって面白いなって。都内に住んでる人とかは江戸時代の切り絵図っていう、江戸時代の江戸の地図があるんですけど、はい、そういうの見るだけでも全然違うんですけど、はい、残ってるところもあるんですよ。空間っていうのは、まあ、連続して今に繋がってるっていうのが分かるのが面白いです。東京の坂、はい、その坂の地名っていうのは結構江戸時代から残ってるっていうのは各所にあります。渋谷とかも宮益坂とか、ああいうのも全部昔から。どれぐらい正確なんですかね。ああ、そういえば江戸切り絵図なんかは結構正確ですよね。さっき言った真上から見た地図になってるんで、はい、江戸切り絵図とかは、まあ、江戸時代の地図は割と正確なやつも多いんですけど、うん、なんか村絵図とか村の絵図とかはちゃんとした地図を作る人とかがいるんですけど、そういったのが正確じゃないと、まあ、割とめちゃくちゃみたいなのもあります。めちゃくちゃだっていうのはなんかどうやったら分かるんですか。地形ってのは変わんないことが多いんですよね。と道とかも変わんないことが多いんで、そういうのをちょっと現代の地形図と比較すると、あれこれめちゃくちゃだな縮尺がちょっとおかしいなみたいなのは。なるほど、ね、照らし合わせてこう復元とか。そうです、復元結びです。今の地図にその昔の地図の情報を起こすとかも歴史地理学今ちょっと注目されてて。お実は実はちょっと注目されてて、はい、まあ、一つが、まあ、災害に関することで、うん、東日本大震災津波とかの範囲も、うん、その昔の絵図に過去の災害の事例を研究するときに結構歴史地理学的な研究は多いですね。なるほど。昔のこう山の上とかにこう、はい、津波ここまで来るみたいな石碑とか立ってる。歴史地理学は、はい、地図を解釈するのか、それとも割と現地に文化人類的なフィールドワーク、災害とかで範囲とか見るんだったら、まあ、行く人も多いですね、うん、研究対象によってこう方向を変える、まあ、実際に行かない とイメージがつかめないっていうか、やっぱ地形とかを把握するのが大事なんで。なるほど、まあ、やっぱ行った方がイメージつかみやすいっていうのがあるんで、まあ、教授とかも自分の研究したいところには、まあ、行ってみなさいとは言います。ああ、なるほど、まあ、いわゆる歴史学よりも結構、まあ、行ってるような方があります。注目されている理由がもう一つありまして、はい、それがブラタモリなんですね。はい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 、なるほど。歴史地理学は、まあ、ブラタモリを真面目にやってるみたいな感じですね。なるほど。ブラタモリ確かに見てて結構面白いなって思います。あれですねブラタモリのアカデミック版。ブラタモリはぶっちゃけどうなんですか。いや、まあ面白いです普通に面白いですね。うん、こう学問をやってる視点からしても結構割と事実に基づいてるとか、はい、やってますし、うん、ですね、あの現地の人がいるじゃないですか。はい、
あの人たちが、まあ、歴史地理学をやってるか分かんないですけど、そういう近しいことやってるんで、うん、なるほどなるほど、ちゃんとやってると思います。千葉県の松戸市に住んでるんですけど、はいはい、下総台地って言って、うん、台地になってるんですね、はい、でその上に江戸時代牧場があったんですけど、はい、その牧場が馬を飼う専用の牧場、牧って言うんですけど、馬を飼う専用の牧場、そんなのあるんですか？馬が、はい、放牧され、半野生で放牧されているところがあって、はいはい、そこの何かしらの復元とか景観の復元とかをしてみたいなと思います。面白いですね。なんか確かに自分の住んでる地域の昔のことを知るっていうのも面白いです。楽しいですよ。こういうそういうデータベースと今住んでるこの池袋とかの昔のを知りたいなと思ってた時に知る。まずなんか1950年代ぐらいだったら、はい、もう空中写真が残ってるんですね。はいはいはい、はい、米軍の空中写真とか残ってるんですけど、それを見るのも結構1950年代だけでもだいぶ違うんですけど、確かに確かに、そういうのだったら地理院地図っていう国道地理院のサイトがあるんですね。あー、はい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 、そこでもう空中写真は結構見れるんで、あ、それもインターネットで見れるんで、うん、なるほど、結構手軽に、はいはいはい、見れますね。 Google マップの昔版、昔版で空中写真が見れるんで、はいはいはい、まあ、面白いですね。それ面白いですね。明治時代とかだったら、はい、まあ、迅速速図っていう迅速速図速図っていう明治政府が作った地図で、まあ、軍が作ってるんですけど、はいはいはい、そういうのは割と今の地形図にほぼ近い感じであって、迅速速図がその同じ2画面で表示されるっていうサイトだったんで、いいですね。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価